はい、どうも、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。はい、僕のこと知らない人も、こんにちは。僕のこと知ってる人も、こんにちは。僕のこと知ってるけど嫌いな人も、こんにちは。ポッテキッチでーす。ポッテキッチでーす。はい、ポッテキッチでーす。はい、ということでね、今日はね、はい、こちら、キチキチお姉ちゃんとね、また、異世界からね、珍獣が来たということでね、ちょっと行ってきたいと思います。こんな、よく珍獣この世界によく来るよね、よくアストロティアに迷い込むよね。迷い込みやすいのかな、この世界。もっといろんな珍獣見たいんだけどね、なんかね、使い回し、なんでもない。もっとなんかね、新しい珍獣とか来ないのかね。ねえ、これもう、何年か前にね、一回お会いしたことあるような気がするんだよね、こいつ。じゃあ、こっから誰もいないよね。見えないよね。そう、ちっちゃいね、珍獣が。はい、なんと、ここにいました。はい、クプルクポ。こいつね。なんと FF14 からね、わざわざね、ここの世界に来たということでね、行ってみたい。ちょっと喋ってみましょうかね。クエストでね、またなんかもらえるらしいからね。お前ら、やっとけよ。ほい、やっといた方がいいぞ。仕草がね、そう、ここでしか手に入らない仕草があるみたいだからね。あ、キチキチお兄ちゃん邪魔だよってね。はい、ね、やっていきましょう。はい、クプルクポちゃん。ポチキチ、この前はありがとうってね、ほら、やっぱりね、今日久々に何年ぶりに会ったんだ ?3 年ぶりに会ったような気がする。この前はってことはないけどね。バニラリリーを、バニラリリー、イエローリップ、キチキチお姉ちゃんはイエローリップだって。バニラリリーとイエローリップを手に入れろということでね。マジで?そういうこと?そうだ、思い出した。これ、こう、前回のね、珍獣はね、チョコボちゃんね、黄色い鳥さんね、珍獣はね、モンスターを倒してこいって言ってね、あのね、木の植物系のモンスターをね、倒せばね、もう手に入ったんだけど、これはちょっとね、おい、金使ってこい。ね。バザー行ってね、買ってこい。ほい。バザー行って、使ってこい。金を、使ってこい。ってね、感じで、もう、金使わせる気か、こいつ。でね、実はね、このプロルちゃんからね、お花をね、1日1本限定でもらえるんだけど、さっきもらっちゃったの、実は。はい、このレッドローズですね。全然違うじゃねえかってね、ちゃんとこれ指定したやつをくれよっていうね、バニラリリー。まあね、まあ、会えばね、いい、運が、ラッキーっていうことでね、運がいいということでね、ない場合はね、まあ、ちょっと売ってきましょうかね、この、レッドローズを、レッドローズを、ちょっと待ってね、バニラリリーとエローリップだよね、そうそうそう。え、トリーキー、アルキパちゃん、え、僕のレッドローズ買ってくれ、あ、結構高い、2000円もするお花もらえたよ。じゃあ、バニラリリー買おうかな。はい、植物系だね。はい、バニラリリー、どこかな、ば、ここら辺だね。バニラリリーを探せって、違うか。ごめんなさい。800円、やったね。800円じゃないや。ゴールド。何その円って。聞いたことないよ、そんな単位って。どこの世界の人なの君ってね。はい、すいません。1200円。1200ゴールドもね、浮いたよってね。なかなかいいものくれるねってね。イエローリップはいくらかな、キチキチお姉ちゃんはね、イエローリップをくれっていうことでね。くれじゃねえよな。買ってこいよ、てめえがって。違う、何でもない。高い!イエローリップ1800円もする。高えな。まあ、こうやってね、
経済はね、アストルティアの経済がね、これどん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 潤滑に回ればね、まあ僕も方もね、お金は回ってくるっていうことでね、まあこうやってね、高いね、ねレッドローズ、はい、2000円で売れますと。はい、バニラリリー、800円で買えます。はい、僕、儲け1800円な、ね。汚いね、こうやって大人の話になるけどね、君たち、ちゃんとね、ちゃんと、買えよ。ちゃんと経済動かせよ。ね。そしたらね、君たちの手にもね、いくらかね、金は入ってくる。何でもない。もうこんな花、こんな花、何ポテキチって、何を言っちゃってんのってね、もうそんなこと言われそうだけどね。はい、はい、珍獣持ってきたぞ。おい、珍獣。はい、うん、あげねえよ、そんなの。勘違いだって。お話欲しいクポじゃねえよ。そんな、かわいい。鬼の子かわいいぞ。どうみんなどうみんなどう僕のがかわいいよね。僕のがかわいいよね。えへへ。えへへ。もう何もない。はい、行くか。しゃあないな。はい、渡してあげるね。はい、バニラリリーを手に入れたということでね。はい。お金をいい匂いしてるクポーってね、なんでお前謎のコイン持ってんだよ、お前。そんなもんね。ねえ。はい、コインもね、シャボテンダーコイン。あ、もうこれ懐かしいね。昔はね、あれなんだよ、みんなこれ。メタスラボスコインがないときはね、これをね、シャボテンダーコイン入れてね、自殺コインにしてくれ。はい、今日、自殺コインにしてくれたんだよ。はい。あ、もう帰っていいよ。道具がいっぱいだって。僕ね、ちょっと持って、もう、あ、怖い。はい、お待たせしました。預かり所にね、預けてきて。はい、これね、サボテンダーコイン、普通のさっきもらったサボテンダーコインを持って喋りかけると、この強サボテンダーコインに交換してくれるんだよね。まぁ、あ、ちょっと行ってみましょうかね。何その強ってね。まぁ、あ、ちょっと行けばわかるんだよ、それは。そんなことはね。行けば、ちょっと待って、サポだけ。まぁ、あ、さすがにキチキチお兄ちゃん二人でね、行くのにはね、ちょっとハードルが高いボスなんだよね。だもんでって。うん。なんで、ちょっとサポだけね。サポ、お兄ちゃんって。お兄ちゃん僕、借りてもいいってね。シャポだけちょっと変えてきます。はい、やってきました、モコモコパーク、ドロシーマ。あれこいつ、なんか俺似てるな。いや、待てよ、目3つもないぞ。僕のが愛らしい目してる。ほら見て、みんな、僕のが可愛いよね、ほりゃ。おい、可愛いって言え。え、可愛いよね。うわ、そっくりだけどな、色が。あ、ま、このこと知らない。はい、このね、黄色いね、伝説のモンスターね、ドーシーからね、ちょっと行くんだけど、はい、迷宮へ行きます、ということでね。はい、ね、先ほどもらったね、サボテンダーコインを取りまして、はい、その違う、何でもない。はい、あ、ここは、あれはどっかで見たぞ、この肉好きのいい、お腹が出てる、太ってさん。何でもない。はい、行きましょうね。はい、最初にね、キチキチお姉ちゃんがね、まず捧げますね。はい、サボテンダーコインってことでね。はい、行ってまいりましょう。はい、おい、デブ。おい、デブ。おい、そこにぶっちょうずら。おい、頼むじゃん。まあ、勝たしてくれよって。ね。まあ、こんなんはね、適当にね、今日で、ね、普通の波なんでね。まあ、みんな余裕でいけるから安心して。ね。まあ、こいつはね、二人、まあ、ただ結構ね、ちょっと強力な技をやってくるから、それだけ食らわないようにね、みんな。まあ、ちょっとね、今から戦うからね、よく見とけ。しっかり見とけ。僕の戦いっぷりを。うえいって。懐かしいなぁ、これね、もう。異世界からってこれやりすぎなんだよな。他のコラボのね、他のゲームとコラボしてね、新しいことをね、やってほしいよ。なんでもない。あー楽しいなぁ。ドラゴンクエスト10楽しいなぁ。あったけえもんなぁ。この、あ、来た。あの伝説のいかがわしいモンスター。手がピコピコ動いてるぜってね、これ緑のいかがわしいモンスター。ちょっと頭にね、毛が生えてるんだな。なんか、あ、そうだ。
よく見てこの人の頭、ほら、実はね、この髪の毛、髪の毛っていうのかな、これ毛、毛張りか、無造作に生えてるんじゃないよね。よく見てこれ、14って書いてるんだよ。14、ファイナルファンタジー14のコラボだからね。この頭にね、ほら14って書いてある。バッテンに1に V って書いてあるよね。14、なかなか凝ってるね。あー、これ気づかんかった。今ふと思った。ちょっとなんか突っ込んだれと、どっか突っ込みどころないかってよく探したら、なんでもない、探したら、頭14じゃん。そうだよね。行ってみましょう。あ、当たっちゃった。はい、サボテンだ。はい、来ました。こいつはね、まあそんな強くないから安心して戦う。ただね、ちょっと気をつけてほしいね。あのね、攻撃はあるんだけど、まあそれをやる前に倒しちゃうから、僕強いから。僕の強さならこんな余裕だよね。サボテンダンボ時、あ、来た。これ100、はい、こっち来た来た来た。逃げて逃げてね、しっかり逃げろ。ハリハリ100本ってね。100のダメージを必ず受けちゃうから。でね、もっと強烈な技で、ハイセンボンってやつやってくるんだ。これ、針を飛ばしてくるんだ。そう。それだけね、気をつけて、1000食らったらもう死ぬからね。僕といえども死ぬからね。こんな強靭な強い肉体を持つ僕、ね、伝説のプクリポと呼ばれて僕でもね、死んじゃうからね。しっかり逃げろ。あ、おいみスライム。恥ずかしい。ちょっと名前恥ずかしい。出ちゃったモンスター。恥ずかしいな。あ、ポテちゃんがね、じっと見てるね。ポテちゃんこっちよ。おい、ポテちゃん。早く帰っておいで。おい。早く帰っておいで。ポテちゃん。あ、あ、無視されたー、僕無視されたよ。なんでもない。ちょっと、はい、こんな茶番劇はね、ちょっとね、もういいって、ポテキツもいいぜってね。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなしゅって。はい、モーグリチケットってね。はい、モーグリチケット。これね、まあ、後でちょっと説明するから、まあ、とりあえず譲りましょうかね。ん？何か？あ、そっか、これ、あー、危ねえ、危ねえ。はい、福引け3枚ってね、まあ、たった福引け3枚だけどね、塵も積もればってやつですね。塵積もでね、福引けね、100枚一気に回してるとかね、あるからね、取っといた方がいいよ、しっかり。ねえ、おい、俺は福引けを入れないんだって、そんな人、いると思うけどね、まあ、取っといた方がいいよ、君たち。うん、ちゃんと取っといた方がいいよ。はい、ってことでね、今度はね、強サボテンダーコイン。こいつはね、こいつはちょっと危ないやつだぜ。異世界の中でも異端児と呼ばれるほどの危ないやつだから、ちょっと気をつけて、みんな。気をつけろよ。ねえ、なんで泣くの？あ！これは、僕の憧れの神様。憧れの神様。お手は、なんでもない。はい、それは今日もね、お父さん、なんかよく会いますね。僕がこう撮影するときは必ず僕のときに出てくれますね。あ、よろしく、あ、よろしくお願いします。お父さん、よろしくお願いします。僕一生懸命、僕一生懸命頑張ります。ね、お父さん、お父さん、見守っておいてください。何でもない。行くぞ、みんな、お前ら。はい、行くぞ。すいません。はい。あー、ちょっと楽しみだにゃー。今日サボテンダー懐かしいね。こいつはね、針千本と、あとね、針万本ってやつやってくるんだ。うん。針万本気をつけろ。1万くらうからな。あれ ?9999 ダメージ与えられるのかな。うん。さすがのね、このね、アイアンボディと呼ばれたね、このポテキチ君。さすがに鋼鉄の体を持つ男と呼ばれたね、このポテキチ君でもね、さすがに針万本くらえばね、あっという間に1コロだぜっていうね、もう本当にやられちゃうからね。気をつけろ。さ、よく見ろ。これでもたまにね、これでね、1ポイント1で生き残るからね、お前らこれ取っとけ、金のロザリオ。ね、どうせ今年のね、またクリスマスでも、これ金のロザリオもらえるからね、僕はね、この金のロザリオでね、クリスマスのたんびにもらえてるからね、やっとプラス1になりましたっていうね、そんな感じでもらえてるからね、金のロザリオはね、もらえるから、しっかり12月24日までちゃんとインしろ。無理してでもインしろ。うん。ねえ、金のロザリオ。あ、僕、ゴーシュネル、倒せなくて、僕って言ってる。君、
僕誰もいない、フレもいなくてね、僕ね誰もいなくて寂しくてね、寂しくてね、間違えた、僕誰もいなくてね、いけないの、帽子倒せないのっているそこの君、12月24日、いいしょな、どうせイベントでもらえるから、12月24日のクリスマスのイベントか、12月24日当日じゃねえや、クリスマスのイベントでどうせもらえるからな、ちゃんとインしてな、届けな、はい、ということで、これ、あ、でかいね、ビッグマンだね、異端児だね、伝説、これがあの伝説のサボテンだ、ビッグサボテンだ、さあ、頭もしっかり14ってね、はい、じゃあ行ってまいりたいと思います、気をつけろ。で、こいつの戦うポイントはね、もうね、周りのやつ、あのちっちゃいやつね、無視しろ、ね、でかいやつだけ、あ、来た、ここに逃げろ、しっかり逃げろ、これ逃げろ、しっかり逃げろ、逃げる余地もあるから、時間もあるから、しっかり逃げて、はい、その、はい、避けたら戦うと。で、周りのあのちっちゃいやつはもうほっとけ。うん。ほっとけ。ほっといたら逃げるから、勝手に、周りのやつ。勝手に逃げるから。うん。相手することない。もう、そんな相手するだけ無駄だから、でもしっかり離れろ、こうやって。しっかり離れて、ね、一応視界から見れるようにね。くしょいてね。そうしないと後ろからいきなりね、針千本で、針百本ってね、打たれるから。ね、気をつけろ。しっかりね、気をつけろ。さあ、みんながね、こう見える位置でこうやって攻撃してって、あとは針万本ってやつをね、ちょっとそれだけ気をつけてね。ほら、来た、針千本来た。ね、あえて後ろからいきなりね、四角からやって、あ、来た、やべ、ちょっと待って、針万本、来た、逃げろ逃げろ、ほらね、余裕でね、逃げれたでしょ、はい、余裕でしょ、ね、じゃんねん、ぶって、あいつ逃げ出せよ、早く、邪魔くさいね、ちっちゃいですね、ちっちゃいやつ邪魔くさいね、あ、エルさんに怒り、よかった、ちょっとね、しっかりきっと警戒しろ、これはしっかり警戒しろ、あんなもん撃たれたらね、僕いっぱい、ね、体中に針だらけ、穴だらけになっちゃうよってね、はい、あとは、ちょっと大丈夫な、A さんに、来た、ハリセンボだけ、来た、ハリセンボ、逃げろ、しっかり逃げろ、あ、キチキチお姉ちゃん、逃げろ、しっかり逃げろ、ふい、はい、残念、ぶってね、はい、あ、もう一回死んでいいよ、もう、あ、やべ、はい、しっかり逃げろ、はい、しっかり逃げろ、おいかーちゃん、余裕でしょってね、はい、ポテキちゃん、余裕の勝利で勝ちました。はい、こういうミスライは、こっちの名前変えなあかんね。なんて名前にしよう。ポテキング、違うか、もう、あとでしょ。さあ、こわ、寒いなって。はい、今日の場合を倒すと、じゃあ何がもらえるのって、はい、実は、モーグルチケット同じなんですね。はい。まあ、でも、モーグルチケット2枚もらえるってことでね。これを持って、はい、ここ一致です。モーグリチケット、さっきのやつを持ってね。はい、この、記念金交換ベスリン。ね、このいかがわしいモンスターにね、ちょっと話しかけてみましょう。はい、こんにちは。僕今開催中の FF40 ドラクエ10、FF11 ドラクエ10、FF40 アニバーサリーのお手伝いをしてるんだってことでね。はい、どんなもんがあるかというとね、交換をする。はい、これ。これまた同じだけどね、ね、ここで、モーグリの帽子、サボテンダーコインとね、サボテンダーマスクとね、ゾウ、庭ですね。これ、仕草これはい、ここでしか手に入れない仕草なんです、これが。ね、この、ここ、今でしか手に入れない仕草なんでね、お前ら、しっかりもらっとけ、これね。もう、ここでしか手に入らんぞ。早速使ってみましょうってことで、はい、しぐさサボテンダーポーズもらっちゃいましたってことでね、はい、っていうことで、じゃあこんなのどんなやつでって見せてあげるから待っとけ、お前らも一緒に忙しいな、ね、あって何ってね、はい、っていうことでね、やってまいりましょう、待ってね、はい、サボテンダーポーズ、ほい。この口見て、この二人ともこの口、かわいいね。
はい、これが伝説なの有名なね、あのサボテンダーポーズってやつですね。見てこれ、このフォルム、かわいい、かわいいね。これを持っていればね、君たちもう一躍ね、もう有名人、有名人ね。はい、もう、あ、かわいいって、おちきちかわいいってね、はい、みんな言ってもらえるよ、プクリポーね。あの、いかがわしい足べすりは隣でぷよぷよしてるけど、うん、そう、これがね、今回ね、もらえるからね、この時でしかもらえないからね、しっかりもらっておけねえ。今しか手に入らんぞ、ちょっと待っておかしいな、これこうだね、はい、はい、今しか手に入らんぞ、はい、ちょ、キチキチ邪魔、そこ邪魔です、そこ邪魔です、はい、あ、お前ちょっと端っこ行ってて、おい、やるねんね、僕は今主人公だからね、おいで、ということでね、これほんとね、今しか手に入らんから何回も行くよね、もらっといて、まあ1枚でもらえるからね、1回で行けばいいと思うよ、うん、またボーグリボーちょっと可愛いからね、別にあれね、結構ね、ドレアで使ってる人多いから、あれ手に入れてね、ドレア楽しむのもよしですしね、まあ、うん、言ってそうはないと思うからね、あの毎日花ももらえるしね、1日だいたいね、1000から2000ゴールドぐらい稼げるんじゃないの、花もらえばね。はい、ということでね、君たちしっかりね、このイベントをやってもらってくだっしゃい。はい、ということでね、今日は時間もいい感じなんで、この辺でしときたいと思います。またねー、バイバーイ。